フェラーリ F1 から2000は、スクーデリア・フェラーリが2000年の F1 世界選手権3戦用に開発したフォーミュラ1カーで、ロス・ブラウンとロリー・バーンが設計した。2000年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。フェラーリとしてのコードナンバーは651。2000年2月7日にイタリア・マラネロで発表された。新車発表会以前には、マシ名が、 F320 と報道された時もあった。2月10日にフィオラのサーキットでミハエル・シューマッハによってシェイクダウンされた。1999年のシーズン途中で F399 のフード開発を止め、マシンの熟成をそれ以上行わないで、代わりに F1 から2000の開発を進めていくといった念入りな。 準備で F399 を元に正常進化させたマシンを開発した。F2000 の交代格の付けられたフロントウィング F1 から2000で使用されたカーボンファイバー製のモノコックの重量は 44kg である。ドライバーとバラストを除いた空車重量は 463kg と規定よりも軽量に仕上げられ7 0ラム前後のバラストの 搭載が可能であるフロントノーズは、コクピットの前方で持ち上げられ、ノーズ先端の高さも、最大限まで上げられた。マクラーレンが1998年シーズンマシンで、ある MP4 から13で始めた、ノーズにフィンを立てて、規定よりも細くするデザインとし、空力を極限まで追求した。フロントウィングは、高体角がついたデザインである。 第13戦ベルギー GP で直線翼タイプのフロントウィングを試したが、決勝レースでは使用されず、再び後退角がついたウィングを使用する。第16戦日本 GP 以降は、改良版直線翼タイプのフロントウィングに切り替わっている。サイドポンツーンは F399 が両側が高くなっていたのに対して逆に下がっていく、なで型形状にしている。 この中に内蔵されるラジエーターは、表面積を確保するために、片側あたり2枚をずらして配置してある。また、排熱口がリアタイヤ前に設けられて、サーキットコンディションに合わせて、サイズの拡大、縮小が可能である。排熱効率を向上させるため、第9戦フランス GP では、チムニーダクトがテストされたが、実戦に投入はされなかった。 第12戦ハンガリー GP と第17戦マレーシア GP ではチムニーが実戦で使用された。前後ともトーションバースプリングを使用するダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用。リアサスペンションには ZF ザックス製のスルーロッドダンパーがロッカーアーム部分から延直に配置される。すべてのサスペンションアームがカーボンファイバー製である。またアップライトは 試タン製である。F1 から2000は、シャーシナンバー198から205までの8台が製造され、レースに持ち込まれた。テストとレースを含めて400台が製造された。また、ザウバーチームに供給するためにこれとは別に100台が製造された。車体の低重心化を図るため、V バンクの角度が80度から90度にまで拡大され、 オイルタンクもエンジンの前方に小型化されたものが搭載されるが、開幕前にテストで容量不足であることが判明し、ギアボックス上に補助オイルタンクが増設された。第6戦ヨーロッパ GP から B スペックエンジンが、第13戦ベルギー GP から予選のみ C スペックエンジンが投入された。なお、決勝レースに関しては、最終戦であるマレーシア GP で、 C スペックエンジンを使用する予定であったが、最終的に B スペックエンジンを使用することになった。チタン製、ギアケースとカーボンファイバー製のベルハウジングを組み合わせたギアボックスを採用している。12台製作された。基本的には F399 と同様であるが、フロントウィングの大部分が新たに白で塗装されたほか、ヘッドレスト後方に貼り付けられていた。 ドライバーネームシールがインダクションポッド付近に移動している。タバコ広告が禁止されるフランス GP、アメリカ GP などではマールボロロゴが撤去された。ミハエル・シューマッハが開幕3連勝を達成。シーズン序盤は両ドライバーともコンスタントに表彰台に上る走りを見せ第8戦カナダ GP 終了時点でポイントリーダーのシューマッハは ライバルのミカ・ハッキネンに対して24ポイントもの差を築いていた。しかし、その後の3戦連続リタイアによって点差は2点にまで縮まってしまう。その後、ハッキネンに逆転を許したものの、第15戦アメリカ GP の勝利で再び逆転。第16戦日本 GP の激しい一騎打ちを制して、自身3度目となるドライバーズチャンピオンを獲得した。 最終戦マレーシア GP では、コンストラクターズチャンピオンも決定し、フェラーリにとって21年ぶりのダブルタイトル制覇を成し遂げた。この年加入したルーベンス・バリチェロは、第11戦ドイツ GP において、レース途中に雨が降り始める不安定な状況の中、ドライタイヤで走り続けて初優勝をもぎ取った。これは、当時の最遅初優勝記録であった。 ありがとうございます。